はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうのやあさんからです。楽しみですね。ベルギーからも見えるといいですね。次は見てみたいですね。それから惑星の引力のせいで起こりやすいらしいということですね。天才とか叶えるといいですね。はい、ということみたいです。残念ながら僕も早く起きようと思ったんですけど、朝になってましたね。はい、なので見ることができなかったです。しかも天気良かったのに、ちょっとね、見過ごしてしまいましたね。6月17日、大惑星直列、結構いろんな宇宙イベントが控えてるんですね。はい、ということでございますね。さあ、続きまして、藤原うま子さん、よろしくお願いいたします。カブ君お疲れ様です。陸上フィギュア公開練習ありがとうございます。練習不足、最近余ったれていたと、わらわら。テクニカルプログラム、1秒たりとも無駄にできない。慌てていますね。考えてる暇はない。面白い。朝から笑わせていただきました。さあ、仕事行ってきます。今日は一日缶詰状態なので、カブ君ちょろちょろ見ながら頑張ります。ありがとうございます。頑張りじゃなくて、カンパリですよ。なるほど。カンパリ。カブ君、毎日ありがとう。またね。どうもです。カンパリってのはこれはどういうことなんだ。缶詰みたいな感じっていうことですかね。はい。そうですね。そうなんですよ。ゆうさん、よろしくお願いします。お名前がちょっとわかんない。鐘の音が素敵です。私も外国に住んでみたいです。はい。いいですよね。鐘の音は僕も日本来る前に憧れてました。欧州のその鐘の音、とてもいいですよね。はい。ぜひぜひ、住んでください。いろんな住む方法はあるかと思いますけども、もうその時、思った時は、もう、その時、もう行動していただければと思いますね、僕は。はい。藤原もこさん、どうもです。そう、海外に住む方法とか今度ね、お話しできればいいなと思うんですけどね。藤原もこさん、カブ君お疲れ様です。レモンみかん様、いつも面白いお話ありがとうございます。確かに平安時代の男女いいかも。そうすると光源氏様、羽生様かな？あ、これすいません。羽生君の話、後でちょっと話していきたいと思います。あ、っていう感じですね。さあ、つらかえさんどうもです。おはようございます。今朝は曇っています。本日5月29日は呉服の日です。予想最高気温は23度ということみたいですね。呉服の日らしいです、今日は。お天気観測お疲れ様でした。ようやく少し暖かくなりましたね。日中の最高気温はあと5度くらい上がってほしいですね。5度くらい上がると20度くらいか。いやー、もう15度以上上がってほしいですね。海に入れる気温になってほしい。でもまあ5月だからまあ、まあでも25度くらいは欲しいかな。それでもね。はい。もうちょっと面白いことが起きてほしいですね。なんかいろんな、ね、雲が出てきたりとかね。ゆうのやさん、かぶさん、今週の中頃から台風の影響で今週は雨が続くような天気ですよ。大雨になるところもあるみたいです。梅雨入りも近いかもですね。ずっと雨が続くと、ジメジメして蒸し暑くなったりして嫌ですね。5月に台風も珍しいですね。珍しいですね。5月に台風ってかなり珍しいんじゃないかなと思います。これは、台風はこの後は、進路は北に今変わっていて、そこから、北上していくとは思うんですが、東の方に今度は向きを変えていくのかな。はい。ということみたいですけど、ちょっとそこは、ま、昨日も言いましたが、最新情報は確認してください。していただければと。坂井さん、練習お疲れ様でした。
4つのプログラムやりながら新しいテクニカルプログラムやるのはかなり大変ではないでしょうか。他の作品の振り付けも、時々確認したりは、といけないと思うんで、目が回りそうです。一旦、ショートとフリーの2つ体制だけに戻して、春が来たとこのトゥルーズの列車のみを進めていくのはどうでしょうか。甘ったれているんではなく、やりたいことを同時進行的に抱えすぎていると、頭と体がとても混乱していると思います。今、どうしてもすぐに成し遂げたいことを優先順位をして、一つ一つじっくり腰を据えて、落ち着いて取り組みましょう。あれもこれもやりたい、達成したいと空回りしているように見えますので、むしろ落ち着いて冷静に練習することをお勧めします。あまり自分自身を追い込みすぎずに肩の力を抜いてくださいね、ということですね。はい、ということなんですけどね。まあ、最近、なんだっけ、まあ、頭が回ってるっていうか、最近、曲かけ練習をやってなかったんで、まあ、それを、抜かしてたっていうことなんで、はい。やっぱり曲かけ練習しっかりやらなきゃダメだなっていうふうに、ちょっと感じましたんでね。はい。そして、ゆうのやさん、かぶさん、練習お疲れ様です。今日はテーブル上にいるのはクマですか？お猿ですか？メガネをかけてますね。ぼちぼち頑張ってくださいね。お猿さんでございましたね。はい、お猿さんです。はい、練習は、まあ、はい、やっていきたいと思います。そして、空海さん、初日に、これあれですね、羽生くんの話というか、ファンタジー・オン・アイスの話かなと思います。国際情勢の話題です。北朝鮮は日本政府に対して、今日31日から、来月11日の間に衛星ロケットを発射すると通告しました。ほう、なんでだ。事実上、弾道ミサイルの発射予告です。日本の領域を通過する可能性があり、経過が必要です。という、おお、そんなことは、これ安保理違反ですね。なんだ。これどういうこと？ちょっと怖いですね。危ないですよ。これどういうことだ？これ安保理違反だなって思いますよ、これは。結構これ危険な気がします。はい。注意してください。情報。かつて、北海道に広尾線という路線があり、広尾線の駅に航空駅がありました。航空駅ですね、名前が。1887年2月2日に廃止されましたが、今でもここは観光スポットになっています。帯広駅から路線バスに乗って行くこともできますということですね。はい、とても幸福になりそうな駅でございますね。はい。そして、今日、九州北部、四国、中国、近畿、東海までが梅雨入り。梅雨入りしました。早いですね。九州南部はまだです。平年よりも早い梅雨入りとなりました。ということで、梅雨入り早いですね。はい。もう梅雨入りしたらしいですよ。はい。という感じで、マイクバキラさん、どうもです。カブくん、こんにちは。北海道や四国で IC カードの開発機器の、設置が進まないのには、ひとえに、設備投資の問題です。要は、投資して人員削減などにより投資回収できるか否かということですね。持統天皇について、第41代天皇で、3人目の女性天皇です。天智天皇、中大兄皇子の、皇女で、後に天武天皇の皇后となります。持統天皇って僕知らなかったですね。天智天皇と天武天皇は兄弟ですから、おじさんと結婚したことになります。なるほど。そういうことなんですね。おじさんっていうのは、あれですね。歌人としても有名で、歌人としても有名で、百人一首にも出てくる有名な和歌は、春過ぎて夏、ん、な、なんとかに化しらした、下、白帯の衣を干して、天の、かぐやま。これ聞いたことありますね。現代文では、春過ぎて、夏気にけらし、夏気にです、いいですかね。夏気にけらし、白帯の、衣干したり、天のかぐやまと表記されています。ということですね。これ聞いたことありますね、これね。なるほど。はい。持統天皇って、なんか、聞いたことないですね、僕ね。中大兄皇子と天智天皇は聞いたことあるんです。持統天皇、ちょっとすいません。はい。ということでございます。はい。なおなみ様、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。周回遅れです。今日の滋賀県南部は最低気温19度。
最高気温24度で、湿度 87% に南西の風が吹き、昨夜から小雨が断続的に降っています。お昼の天気予報で九州から東海地方まで梅雨入りして、5月の梅雨入りは2013年以来だそうです。あ、5月ですよね。2013年以来。うん。羽生君、オースターとも気温上昇して春になり、大空で気持ちが良そうです。向かいのマンションのバルコニーで日光浴している男性は、春をいち早く満喫したんでしょうね。お昼過ぎには、海岸も週末ということで、人手でにぎわい、それぞれ春を満喫していますね。ミニバギーは楽しそうだけど、体感と反射神経を要しますね。うん。カブ君もにぎわう海岸へ行けないと言っていましたが、私も人手の多いところが苦手ですよ。スーパーもにぎわいのあるところを避けて買い物しますし、時間帯も考えます。わかりますね。すごくわかります。なんかね、この件についてちょっとまた今度話そうかと思うんですけど、私自身は海派というより山派、高原派の方でしょうか。どちらも引き分けしますが、森林浴や水辺のマイナスイオンなどが大人になって好きになりました。うん。長野の上高地ですね。上高地とこですよね。岐阜の飛騨、岡山の、あ、すいません、これですよ、なんとか山高原のが私のベスト3でしょうか。何山高原ってもんでしょうかね、これね。カウ君、お天気お兄さん、陸上フィギュア練習お疲れ様です。いつもありがとうございます。どうもです。上高地いいですね。とても僕も好きですよ。なんか橋があって、あの河原がね、とてもあのね、あって、あそこにね、クジャクチョいっぱいいるんですよね。あのミヤマクワガタもいましたね。はい、あそこはね、祖母と行きましたよ。祖母とね。はい、とても素敵なとこでございますね。あのもうヨーロッパの人は本当にあの日光浴が好きなんで、まあ本当早く、あのあと、もっともうちょっと暑くなってほしいんですが、まあ気温に関してはね、むしろ平年並みなのかもしれませんね。はい、ということでございますね。はい。